ふみたいます。いつもの3人ありがとうございます。ほんまに何がおもろいねん。ほんとだけ聞いたら面白いな。日が、え、日がありくんの、え、え、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと。香り沖縄、声でかー、よー、今回のドライブふみたいます。いつもの3人ありがとうございます。家庭の事情で来れないって言われたらその次の言葉は出ませんから、はい、最近ゴリエちゃんには会ってたんですけどね。来たね、あなた、はい、え、なんで知ってますか。動画見る予定だもん。まだアップされてなかった。今回読谷村に行こうと思ってます。よっ。で、この読谷村に行くのは、うん、まあちょっと次の動画でわかると思うんですけど、すごいことが起きましたよね、ゴリさん。嬉しいね。1週間ですよ。ちょろっと聞いたら、うん、ほぼもう1日目で、え、アップした1日目でもうほとんどなくなったって。え、でもこう、あ、え、そんな使わないっすもんね。ね、お寿司屋さんの醤油ほど使わないじゃないですか。使わない。あ、めっちゃ例えば今俺も。そんなうまくないけど。自家自産多いよ。デンマー。いや、俺と文田くんが褒めないもんだから。この二人が褒めてくれないんすよ。声でか。うるさい、ジャイアン的な、うるさいやつだな。いつもカメラ回してるデンマに思ってることは、沖縄の車窓、はい、デンマの車窓のカット、はい、弱い。違うんですよ。じゃあめっちゃいいカメラなんですよとか言って、レンズとかにちょくちょくちょくって筆で。とセミプロみたいな感じで演じるけどさ、はいはい、もう車窓の絵がちゃうんすよ、むずいんすよ。確かにあれん時は良かったんじゃないですか。中曽根さんの時は僕らそれ専門やったんで、はい、はい、そうそうそう、はい、後ろからついてくる車でね、外のいい景色を撮って「任せてください」って言って、動画アップしました。外の景色ワンカットもなかった。なんかでもあれやな、うん、ずっと説教やろ。確かに今日朝から説教やろ。あー、今の子ってアドバイスというものも説教と、ね、あー絡みづらい。一休み一休み。はい、ということで読谷村まで1時間かかるということで、今日デンマ朝一人早起きしてます。そしてなんとボーダマー、あ、これさ、違う、それさ、ボーダマ、あ、那覇本店で買ってきたのじゃ。買いました。お、シール貼った？あ、シール持ってくの忘れました。何してんだよ。行くんだったら貼ってこないとさ、今まで行った店全部もう一回貼りに戻ろうって言ったじゃん。あ、じゃあゴリさんは面倒くさいから行きたくないってこと。お前のその口さ、遠くに投げていった。ちぎって素手で。昨日撮影終わって文田と飲みに行ったんですよ。そのままもう疲れて僕すぐ寝ちゃったんで早起きてきたっていう。僕は寝不足です。あー、きついな、はい、ずっといびきうるさい。うわ、きつい。ちゃう牛ちゃうから。で、途中起きるんですよ、うん、押してそれめっちゃうるさい。で、その後おならする。それなんか極臭ぐらいしました。ということで信号止まったということで、ポータマーの紹介。はい、まずこちら島らっきょ魚タルタルです。ああ、美味しかった。これが、本店の限定。正解。うーし、じゃあ次行きますね。チキナー本店限定です。ファイナルシーサーでいいですか。ファイナルシーサー正解です。よーし、2号屋ゲッツ。最後、ゴーヤの天ぷら。沖縄らしい食材だから全店舗に置いた方がいいような気がするから、それは限定ではない。ファイナルシーサー正解です。それを今から食べながら楽しくドライブしていけたらと思ってます。俺運転してるからさ。あ、ゴリさんも食べなくていいですよ。あ、そちらが食べながら。はい、すごい。ふみた、お腹すいた。お腹すいたの。あ、じゃあ食べよう。強っ、今の若い子。強いんだよな。え、でもデンマこのままで食べられんから、ゴリさんに持ってもらった方がいいんちゃう。あ、じゃあ受けます。あ、いえ、危ないじゃん。カメラ持ちながらこれ危ないじゃん。いつも僕はここで一人で左手でカメラ持ちながら右手で食べてるじゃないですか。じ
それはお前が勝手に食うからだ。お前勝手にいいだりしてるぞ。おーちょもちょもちょもちょ、これよりすごいっすか。お前ってでももうそろそろ出荷じゃないの。誰がやねん。ゴリさんうまい、おいしいって言ってたから島らっきょう。うん、島らっきょう。うわうまそう。ゴリさんすいません、いただきます。じゃゴリさんにカメラはもう向きません、すいません。味わってほしいね。うまっ。はい。うまっ。魚がめっちゃうまい。まず、タルタルとかがこってりだから油とか、はい、それで島らっきょうがちょうど、さっぱりしてくれるとか、中和してくれる。あ、独特の苦味というかな。一緒に食べた方がうまい。らっきょうのおかげでちょっと濃すぎないっていうか、食べやすいピクルスみたいな。らっきょうのさ、今ザクザクザクって聞こえたから、それでキラキラ星やって。わかりました。いきます。Okay。 いけました。何がおもろいねんこの動画。何がおもろいねん。ほんまに。何がおもろいねん。ちょっとだけ聞いたら面白いな。ゴーヤの天ぷら。おお。俺それ食べてないかな。いただきます。はい。うまっ。うまー。え、苦いの？苦い。おー、いいね。いや、でも、俺も苦い方が苦さレベル、一番苦いのが重要としたら、4ぐらいです。じゃあもうチョコレートだね。甘いんだ。俺一応運転してるからな。ありがたく思えよ。ゴーヤはね、天ぷら状で入ってる。天ぷら状です、見てください。で、かつお節が入ってます。あー、いいね。はい。うまいわ。これを、うーまっ。朝、我慢したんですよ。ほんまや、おならちゃうわ。おしたら我慢するか、このメンバーで。社内で絶対やるな、マジで。無理っすか。無理だよ、無理じゃない。マジやめて、マジやめて、ほんとに。え、そうやったら出んの。もうエアコン逃したくない。ポンプやん、もう。まだ開けてよ。昨日夜何食べた？ああ、その話しちゃう。いいっすか。昨日僕らすいません、荒子屋の方に。お。行かせていただいて。8人ぐらいしか立てないですよね。カップル、カップル、ベタベタカップル、デンマフビタです。うわあ。ただ一番イチャイチャしてました。でそこで正面、ちょうど正面のカップルの視線を感じたというか。いや、さすがにゴリさんもらんし、T シャツも着てないから。はい、自意識過剰やわって思って、笑い声出してた、わざと。いやいや、いやそんな笑い声してへんわ。まあちょっとその自意識過剰やし、もうそのやめようと思って、普通に文田とこう配信どうするとか、明日のロケどうするみたいな話しながら。いや、それずるいじゃん。急に配信どうするって言ったらもう答えを与えてるのもんじゃん。ただあの向かいやったんで、あの聞こえてないです。でもビールからハイボールには変わりました。はい、笑い声だけです、それは。ちょっとごめん、ビールからハイボールに変わらせて何それ。どういうこと。いる今の。電話がカッコつけるときはそうなんですよ。それでトイレ行くじゃないですか。こうやって行っただろう。いや、行くか。で行ったときに、もしかして電話さんと文田さんですか。出た出た。全部動画見てます。おっていうカップルさんに昨日出会ったという話。それ文田君だって鼻の下伸びるじゃん。この名前も言ったっていうのは今知りました。いや、言えよそれ。言ったよ、絶対言った。自分だけ喜んでる。絶対言った。これ悪いわこいつ。終わった後タバコ吸いながら声かけられたとは言うてました。いやいや、ほんま全部切ったろ。あらこや、やっぱ改めて言ったらめっちゃ美味しいっすね、うん、あとね、豚肉のね、野菜巻きもめっちゃうまいね。うまかったっすね。昨日トマトでした。これはネギだったな、おとついぐらいと。今ステッカーそこ貼ってないっす。兄貴と言った。そうだ、俺兄貴と言ったのになんでステッカー貼らなかったんだ。うわ、人のこと言われへんやん。本当だな。関西弁。全く人のこと言われへんこの人。だからその人に言うときは鏡に映ってる自分に言うてるもんと思っていいやってずっと親に言われてきたわ。関西出身ちゃうやん。関西出身ちゃうやん。まあ、ここはカテナ、写真を撮ってます。急に
ウエさん、車窓を撮ってます。なんで急に金巻き自転車窓と。で、この車窓に合う歌をお願いします。OK。この大空に翼を広げ、飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ、翼はためかせ行きたい。それなんこの車窓で絶対ちゃうやん。あ、めっちゃ日がっぽい。おい、日が、え、日がありひくりの、え、え、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、え、え、これ何でもった、え、なんで、え、え、奥さんです。お、はじめまして、奥様。いや、びっくりしました、もう。あ、このすれ違ってゴリさん会うかって。俺もすごいパッてすれ違った時に、砂鉄に顔を襲われてる人がいたからあれ、もしかしてリュウタかなと思ったら、やっぱりリュウタだった。どんなし気づいてるんですか。それで気づいたよ。ヒゲです、これは。あ、ヒゲなのね。じゃあ奥さん、また。はい。何それ、そんなことある。すごいね。アリンクリンの比嘉くんでしたね。よく気づきましたね。だってもう砂鉄に襲われてたもん。11時に来ていいって言ってたもんね。はい、あっち止めましょうか。オッケー、止めよっか。はい、じゃあこれさん、いつもの、今日フミタいるんで。言うことを聞かないアホな息子とお父さん。着いたよ。もうカレー食べたいな。え、いやいや、ほら今日はさ、お父さんがおすすめの沖縄そばがあるから沖縄そば食べようって言ってさ、今お父さん1時間ぐらいかけて運転して着いたんだ。甘口、ね、甘口。うん、あの沖縄そばは甘口とかもないし、それにお父さんがこのお店紹介したいのは、辛い高齢グースをかけたらより美味しいよって。チーズ、チーズはないよ、だってそばなんだから。そういうなんかリゾット的なものでもないしね。うん、お父さん行こう。じゃあココイチ、あの沖縄じゃなくてもいいバージョンだよね、そのお店って。ココイチ行きたい、うん、沖縄来たから。ココイチ、東京に戻ってからでもいいじゃない。今すぐココイチ。ココイチ行こう。1万あるからさ。好きなもん食え。もう1万。めっちゃ食え。バイ到着したね。到着しましたね、うん、最後息子言うこと聞いてなかったですけど。しょうがないよ、もうカレーの口になったら勝つもん、カレーが。全国どこでも、はい、ということで、読谷村ドライブ動画でしたけど、いかがでしたか。ゴールがまさかのアリンクリの日がだと思ってなかったので、まあやっぱり旅って面白いなって思いますね、そういうところが。ということで次は、多分毎日食堂さんの高齢グースを作るっていう回になると思いますので、そのアップも楽しみにしててください。安心よ。